はい、今回紹介する字はこちらです。ズドン、ズドン。うわー、安っちいな、これなんだこれ。お、え、あれあれ、これやんなかった、これ見たことある、ね、ガスパワーだ、またあれ、なんか古代広告のやつじゃないの。違うよ、これだよ、この。ああ、無線ピースだ。うん、無線ピースだよ。あれ？ミュージアムピースだったっけ？読めないでしょ。何これ、レフィン。レフィン。美味しそうだね。マフィン。何これ？リファイン。リファインか。前回バッテリーだったじゃないですか。今回だから違うんですよ。バッテリーじゃないの？ガスパワーって書いてあるからね。ガスだ、ガス。じゃあ電動でしょ？前回バッテリーだったの。ガスパワーで。今回こそガスだね。リベンジ。リファインされてるから。そんな重たくないよ。リファインってどういうの？リファインガンダムゼータでリガジーですよ。で、新しく良くなってるみたいな感じ。刷新版みたいな。刷新版なのかな。16A4 ってとこも。16A4 ってか、これ M4 じゃないもん。M4 カービンっすよね。うん。なんかこう、スケルトンなの？まさか。モーター入ってて。開けてみよう。いや、これ安っぽい。薄いんだよ、この。厚紙みたいなパッケージ。開けまーす。ダンボールって言って。お、どう無造作。うわー、なんだこれ。フルセットだ。はい、説明書。日本語だね。エアガン、ライフルって書いてある。お、18歳。18歳以上ですね。あー、4ページ。はい。あー、炭酸だ。炭酸4本かな。で、乾電池って書いてある。ライトに入るんだ。これだ。う、おっと。結構こんなに。ああ、しかもこれ用のね、あれか、ドライバーか。めんどくせえ。言うなって。使えんのか、これ。ああ、大丈夫そうですね。あ、電池入ってるじゃないですか。あ、入れたんすか？入れてないです。え？電池付き？新品電池付き。はい。あ、しかもこの電池ってあれ、アスコルとかの電池じゃない？その電池のレビューはいいんだよ。シナモンみたいじゃん。2024年7月。何が？作ったの？多分使用期限じゃないですか、これ。いいじゃん、今使うんだから。開けていいですか？散々パラ使って、入ってる電池であって、何が使用期限って言ってんの、今さら。会社名書いてないんだもん。すごいよね、これね。マニュアル、多分それ使い回しじゃないですか。なわけねえか。軽いよ。本体重量1400g。ライトもつくのそれ。わ、つくんじゃないの。あ、ほんとだ。だって。ん？説明書見ると思って。だから電池の向き。つかなかったら逆に入れればいいんですよ。バネ入ってる子がマイナスになればいいんだって。さすが理系だね。理系とか関係ないですね。バクシさんって文系ですよね。あんだけ歴史できたら。文系ではないです。え？英語的には漢字も読めないかったもん、さっき。趣味人。理系と文系じゃないですか。国語が得意なのと。ガンダム系？ガンダム。ガンダム。何でもガンダム。おビカビカじゃん。やべ、目やられたな。なんで、ブルーライトで？なんでひ弱なこと言ってんの？シュアファイヤーみたい。青いのがチカチカする。高評価、チャンネル登録、お願いいたします。え、でもこれさ、気づいちゃった？気づきました、今。え？本体にどうやって電気を送るの？本体ないの？またこいつガチパワーじゃねえぞと。これはあくまでもこの炭酸電池4本は。やっていい。ああ。騙された。騙された。電池はあくまでそのライト用だと。ライトででも4本も使うんすか？ああ、もうこれだけ使えるじゃん？こう言って。
あれだよ。ルミノール反応みたいな感じです。あ、出たよ。なんか、在庫とかも、ビャーって出てくる。ブラックライト。ブラックライトみたいな感じ。これだけで重量増します。あれ、これベルソスと同じじゃね？あ、いつもの組み立て式ですよ。ちょっと覚えてるけど、ベルソスが何なのかってのはもう覚えてないよ、俺。あれ？あ、あったあったあった。あ、もう読み読んだ。後ろって二重ミリレールになってるわけじゃないの？あ、これはなってないです。あの、あ、ただ、ただ差し込んで。あ、これつけるんじゃないでしょうか。こっちにですか、うん、つけてどうするんですか。いやいや。え、なるべく軽くってした方がいいかもしれない。キシキシしてる。キシキシして折る折れそう。折る、絶対折ろうとしてるじゃん、それはもう。フルサイズかな一応。いや、ちっちゃいか。フルサイズ。ライト。ライト。ライトなんだぞ、それ。これ取っちゃったっけ？最後、俺外してねえからな。あれ？あ、指怪我してるから。大変そうだ。出したの？え？しよう。これ解凍してんでしょ？解剖化してんでしょ？マックス何でした？構えてもらってた。か、ちょって。立って一回。ランボーじゃん。あらあら、いいじゃん。それっぽいね、ちょっと。あ、セーフティー効く。あ、これセーフティー。ファイヤー。ファイヤーファイヤーってなってる。え？ファイヤーファイヤー？ファイヤーファイヤーになってる。こっちセーフじゃん。じゃあセーフです。うん。ファイヤーファイヤー。SA って何なの、そのん？ん？サガ。何ですか？ロマサガ？え、SA。あれ、SA、GA、サガのことってもう古いのよ、全部表現が。こっちもボカンなくらい古いじゃん。あ、フルサイズかな？いや、ちっちゃいか。あれっぽい、あの、なんだっけ、ボーイズ。あー、ぽいかもね。いいんじゃない？めっちゃ軽い。僕は、そう、まあ、マガジンリリースと、うん、サイト？高さは違う。高さが違う。これが低いやつで、穴の大きさ違うんじゃない？こっち、高くなる、少し。穴の大きさ違うんじゃない？いや、穴の大きさ一緒っすね、これ。あ、そう。うん。高さが違う。あ、そういうやり方なんだ。あとは、まあ、何ポジション？1、うん、2、3ポジション。4か。はい、4。これ3って書いてるよ。3段階調節可能って書いてる。1、2、3か。あれ4あるよ。そう。2、3。3段階調節可能だから、ここが0だよ。0か。全部でしょ。で、1、2、ここ3。ここ開かない。エジェクションポート開かないです、ね。ここも押せない。押せない。そう、ここも。あ、これ、この作りあれじゃないか。あの、ビッグエアガン。ビッグエアガンと同じかも。ってことはリザーブだ。察するな。ほらー、リザーブだ。ビッグエアガンって悪いリザーブだっけ？悪いリザーブ。いいリザーブなんかあんの？リザーブイコール悪いじゃないの？リザーブ、やりやすいのとやりづらいのが。あ、でもなんか、でもこのタイプのマガジンって結構多いかも。ガガガって全部出るやつね。バーって出る、うん。とりあえず出てみ。あ、あとこれ。これ。はい、保護剤。はい。保護剤ってか、いくら？いくらだよね。なんか、こんなお菓子ありませんか？梅じんたみたいな。梅じんた。梅じんたみたいな。これは質の悪いな。弾が落ちてこない。いやー、戻り上がる。やばいな、怒り狂ってんな。後で撮影終わったら叩かれる。イライラ。弾
7がね、いいじゃん、それだけ入ったら。2、4、ハート、2、4、6、7。17発。じゃあ、初速を測りましょう。スリング邪魔だな。買って、これいらね。ゴミだ、ゴミ。はい。あ、初速あんまり出なさそう。これ異次元いかねえか、そして。サバゲーするなら、ガンズロックス。弾は東京丸いの 0.2g です。いきまーす。なんか発砲出たけどね。66.9。結構、66.9。結構したらドンってたからすぐサーってペサってたからね。結構飛んでるよ、なんか音的には。ドンってたからすぐサーってペサってたから。69.4。結構あるよ。初速上がってってる。あ、90ぐらい行くんだよ。いきなり68.5。あ、まあ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 。なんか、チャーン、壊れそう。ボランつって。折れそう。壊すなよ。はい、じゃあ、10メーター行きますか。行きまーす。あ、あれめっちゃ飛んでね、これ。いやーもういい。次、次、次。跳ね返ってきちゃって怖い。跳ね返ってきそうで怖いって。次行きだって。次じゃあ20メートル。サイト通り？いや、若干上かな。うん。20。あ、見えた。結構飛んでる。さすがに狙えねえかな。なんか発砲がポロ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 出てくるの何なんだこれ。発砲ですよ。かけてるの。発砲と発砲。あ、ちょっと。取れないの？バリで。入れたが最後？ああ、来た。バリがひどすぎる。あれ、俺20メーター狙ったんだけど。あれ？意外と静かかも。なんか詰まってるような音が。そう。気のせいなの。しかも弾全然見えない。うん。今20ですか ?20。10。ああ、わかった。30いけんでねえか、これ。なんかいきそうっすよね、これ。ちょっとサイトがね、あんまり良くない。なんていうの。見づらい。その、合わないけども、飛び具合で言ったら30ぐらいは狙えるんじゃねえか。飛ぶんだけどな。これでマイナス5万点くらいいっちゃうじゃない？見てくるもうすでに。怒りがこの、BB 弾の音で。弾が返ってくるんですよ。こっちに。あー、飛んでる飛んでる。待ってしね。柱の右突き。よく20当てましたね。20。うん。バリが引っかかるんですね。うん、いいじゃない？意外といいかも。打ち鳴らしたら化けんのかな？うん、ホップあります？ないないない。ない、多分ないと思う。ホップホップうるさいね。あると思う。30飛んでるな。ホップボールみたいな打ち方しないから。うん、腹立ちました。最近腹立ったことは？最近腹立ったこと？うん。俺から言っていい？うん。LINE したのに未読スルー。うん。今一番腹立った。なんでスルーするんだって。うん。電話かけたら寝てたって。しかも。バレた。あ、じゃあそれ言ったら寝てるところ電話で起こされたの。電話出たっけ？ゲラしか聞こえない。ゲラ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 。出たって。高評価、チャンネル登録、お願いいたします。これ問題だね。そう、それが問題なんですよ。引っかかるんですよ、バリで。こっちが、うん、あら、外れないと、うん、マガジンが、そう。いや、まあ、不用意に押しても落ちないっていう。まあまあ、安全しようかもしれない。いい方に捉えればっていうね。素早いマガジン交換できない。開幕ないから。まあ、そもそも。あ、でもこう、回らないと。
こうやってやるの。そう。アオドリだもんそれ。はい。悪くないよこれ。あれ前の無線ピース何でした？電動。マガジンの中にバッテリー入ってる感じだったような気がしますよ。ああ。あ、もうあれより全然、払ってた。ああ、イライラすんね。震えてるじゃん。西野カナさん。震える。西野辛口。玉が出なくて震える。サイトは全然当てにならん。見えるけど当たらない。当たった。あ、でもホップあるな、これ。まあ、いいんじゃないですか。若干、でもサイズちっちゃいですか、気持ち。小ぶりで使いやすいと思う。意外と。エアコン機線でも普通に使えるかも。チャッチさがあるから、なんか、小さく感じるのかな。まあ、いいんじゃない？一言だけど。一言だよ、本当に。当たり前。自分で買って。だったら激怒るよ。買わない。買わない。そもそも買わない。だって自分が買うんだったらどんな途中でも すごい点数高いから。直すもん。日本軍の銃だったら。言ってる。買わない。降りる、絶対降りるもんこれ。なんでそいつ動かし方が壊そうとしてる人なんだよもう。こんな動き方しないじゃん。こうじゃん。引っ張るにもさ、そうやって引っ張るじゃん。そうよ。クソとまでは言いにくいよね。うん。高評価、チャンネル登録、お願いいたします。層が見えますね。フェイスマスク。サバゲーするならガンズロックス。10点。お、2桁だ。まあ、まだ割と綺麗に飛ぶ方かな。で、30狙おうと思えば狙えるし、で、まあセーフティーがあって、まあここの調整も効くのもでかいかな。あの、だいたいなんかこういうのとこんなちっちゃい悪い。三分の、三分の一スケールみたいな。三分の一はめっちゃちっちゃいよ。ガスパワーって書いてるところ。エアをガスと言うのか。機体は機体だからね。機体は機体。機体は機体だからね。結局電気使うの。パワーの鼻血で言うんだらガスじゃなくてハンドパワーだよね。悪いところ、まあ、ここか。リリースが引っかかるのと。そうだね。それはちょっとね。リザーブ。あ、きしみ。リザーブで10点ってのはでかいじゃん。まだでも飛ぶ方がでかいかな。結構思ったより飛んだ。しかも 68? マックス68出ましたよね。うん、出てた。初速全然申し分ないもん。アバゲーで使えるかって言ったら、いや、限定戦だったらいけるかもね。エアコキ限定とか。そう、値段聞いてなかったですよね、これ。全部そこそこする。3000円だったら。それはない。ない。まあ長いの5000円くらいだと思ってください。5000円か、ちょっと微妙だな。アマゾンのやつはどっちです？あ、全然こっちの方がいい。あ、こっちの方がいいと思う。アマゾンのあれ、ノンホップで、しかも初速はまあ確かに90近く出てたけど。一緒についてた、ガバ。使ってた。ガバの方が強かった。これは普通に使えるよ。野戦でも？野戦。ライトするよ。野戦？だってさ、トレーサーつけれないもん、これ。弾見えないと、サイトがまずっだから。野戦にこれ持ってきたらやべえやつだよ。これこけたら絶対折れるぜ。いや、野戦でこけるって前提がおかしいから。いや、足元見づらいから。ライトつければいいし。え？うん。だから、周りから見づらいよ。すごい青いよ。やっぱ、ルミノール反応。あ、もう、殺人。山村美さんサスペンスです。京都。火星。娘だよ、山村美さん。絶対ね、絶壁と崖必要だってことだから。お寺が必要よ。最近、CS で、なんかやってんすよね。見てる。必ず出てくるんですよね、山村もみじ。娘だもん。赤い霊柩車シリーズって知らんって。はいはい、誰が分かるんだよ、赤い霊柩車シリーズ。そうです。片平渚が出るんでしょ？そうそうそう。うん、誰が分かんのよ、それ。あと神田正輝ね。あるね。いや、神田正輝はもう、サラダ。朝見ましょう。旅サラダ。うん、そう。何の話したっけ？赤い列車の話。青だけど。これ。もう普通にいいですよ。コスプレ用かな？何のコスプレ？なんか。まあまあまあ。ああ、ありですよ。はい。10点で。はい。